皆さんこんにちは。日本美術刀剣鑑賞協会、略して日刀館がお送りする刀剣鑑賞動画です。鑑定士のムーヤンと研ぎ師白金師鑑定士のミチです。よろしくお願いします。さあ、1年が経ちました。早いね。早い、ねえ、皆さんもね、きっとこの時期、忙しかったり、忙しいことを終わらせてゆっくり、お家にいるとか、旅行行ってるなんていう方もいらっしゃるかと思うんですが、我々は何をしてるんでしょう。動画撮ってんな。そうだね、そう、皆さんにね、役に立つ情報としてのね、動画を一生懸命撮ってるんですよ。さあどうでしょう、1年振り返ってみて。何紹介したんだか覚えてない。ですね、このコメント皆さんよく覚えておいてください。去年も全く同じこと言ってます言ってるんです。そうです、そう、マジで覚えてないんだよ。そう、あの 1周年記念の時に言ってたかもわからないんですけど、同じこと言ってるんですね。覚えてないことも覚えてないし、言ったセリフも覚えちゃいねえよ。もうそうですよね、どうしてもね、撮影ってなると自分で見てる目線とは違うじゃん。そうなんだよ。そう、でもそれに近いものとかをお伝えしようと思ってると、もうね、一個取り終わると安心しちゃうんだよね。で忘れていく。なんでこれ終わった後に本業の刀に研ぐだろう。はいはいはい。終わった後も刀見てんだよ俺そうだね、覚えちゃいねえんだよ。そうだね、研いだのか取ったのかなんていうのはごちゃごちゃになっちゃうよね。むしろ動画のために研いでるやつだって何本かあるし。そうだよね。どれが何なんだかもう分かりやしねえよね。そうだね、お客様のものなのか、ここで撮影するものなのか、お勉強会で使うものなのか分からないと。記憶が混濁しちゃって、でもどうでしょうね、2023年、結構有名どころ紹介したと思うよ。そうだな、結構行ったな。行ったよね。結構行ったような気がするわ。マイナーどころもちょこちょこ入れてはいるんですが、やっぱり進むにつれて勉強を皆さん基本はできたなっていうところは抑えたら行こうっていう気はしてたからね。そうなんだよね。そういう気持ちで今年はね、やっていたし、変形刀を紹介していこうって言ったの覚えてる？あ、言ってたね。そう、でその中でも一番変わってたのはおそらく作り、あれ変わってたね。ねえ、堀川邦博ですよね。あれが一番変わってて、あとはそうですね、平作りっていうのは変形刀ではないんだけれども、平作りも今年は多かったんじゃない？そうだね、多分。あれ平作りに、無理やりしのぎ途中まであるやつとかってまだ紹介してねえよな。何それ、無理やりあんの？無理やりあるやつあっていうの気がするんだよな。要は平作りに冠落としみたいな。変わってんね。長竹かな、そんなものはどっちどっちだよ。外れちゃった。そうだね。あ、あとほら、みんなで鑑定しようっていうさ、やつで撮ったやつは片切り刃っていうものだったり、あれも珍しいよね。あったね。あった、から、そう、変なのって言ったらあれか、変形刀は実は、紹介してるんだよね。そうだね。だからその中でも、やってないって言ったら変ですけど、ご紹介できてないものは薙刀と槍。なんかまあ変形、まあそういう変形刀ではねえもんな。そう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 、あれはなんかもう時代にね、こう刻まれてる。そうなんです、そうなんです、そう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 、だからやってはいないんだけどね、やってみたい気はするな。あるしね、生じゃあるから紹介しないとな。槍入るかな。いや、しゃあねえからその中子の部分はこっちに突出してもらってやむを得ずだら、ね、そうだね、槍の刀身だけこ こ, こうそうだね、やるしかない、ね、それか後ろにこう立てて このくらい長いですよっていう風にやるとか、ちょっと画角がまた変わってくるかもしれない ね、ちょっと面白そうだね。もういろいろね、まだ紹介しきれてないものもあるから。そうです ね、またね、
来年に向けてやりたいけどね。そうだね、うん、それとほら、あの今年は初のリアル刀剣案、うん、ありましたね、ね、埼玉県で開催しましたけれども、うん、皆さんあのキラキラしてましたよね。そうですね、あんなに熱心に見てくれるっていうのは嬉しかったです、正直、うん、で質問もねちゃんと飛んできたし、うんうん、とてもいい経験ができた1年かなと思いますが、うんうん、来年どうしたい？早速だけど、これといったら別に俺はただただやるだけだからそうなんで、俺ダウナーだから。ダウナーですか、うん、ああそうですか。いやもう追われてるからね仕事に。そうだ、ね、そうお客さんの方でも溜まってるから。そうだよね、歯がいかないんですよ、ね、例えば1日でどうこうできる話ではそうなんですよないし、1日でどうこうできるぐらいのサビだったら嬉しいんですけど、うんうん、そうはいかない。そうだよね、で自分が見積もった時間とプラス 2,3 日なんていうのもザラなわけでしょう。ザラですね、その刀だけやれればいいんですけど、うん、雑多なこともちょっとねいろいろやらなきゃいけないから、ね、今大変だよね。そうなんですよ、なんで、うん、動画撮ってる人ではないんですよ。そうですね、そう本職は。そうなんです、そうなんです。皆さんわかるかな、わかるかな、研ぎ師ですから。研ぎ師ですか。そう、研ぎ師と白金師ですから。そう、幅木の仕事だって入ってんだぞ。そうだよね、大変だよね。そうだよね、そっか。じゃあ来年に持ち越す課題が極力少なくなるように、うんうん、あの今年は頑張ったと言える仕事はできました。まあそれはできてるな。ああよかったよかった、うんうん、年で来年よし頑張ろうという感じでいければいいのかな、うん、はい。この音はヘリコプターです。すごい近く飛んでますね。人が黒話してる時に本当だよ。あ、一緒に飛んで持ってってくれる。いやこれは不穏だよ不穏な始まりを示唆してるだそうです。これは来年も不穏だね。でもいいじゃん、仕事いっぱいあるだけ。まあね、ねえ幸せな悩みだと思うよ。そうですね、うん、まあね、こう認めてくれて、そうです、そうです、依頼が来てるわけですから。そうなんです、そうなんです。なんですけど、うん、まあ大変は大変だけどね。大変は大変、うん、まあどの仕事だってね。そうそうそう、研ぎじゃなくてもどの仕事でも皆さん大変ですから。そう、ね、ただ不穏で今のヘリのせいにすな今のはおかしい、うん、ね、だからね、あの皆さんもな、疲れたなとか思ったらば、うん、あのこのチャンネル見てちょっとでもね元気が出ればいいななんていうふうにも思いますので、じゃあ来年も皆さんの役に立てる動画作成していき、うん、いきましょうか。そうですね、はい、うん、動画を見て元気が出た、役に立つかなって思ってくれた方はぜひチャンネル登録よろしくお願いしますね、うん、それではまた来年お会いいたしましょう。そうですね、はい、はい、あなたに届け刀の思い。バイバイ、良いお年を、うん。